どうも、原かめです。えー、ご無沙汰しております。えー、今回はですね、富士フィルムですね。えー、富士フィルムの XH2S と XH2 を、えー、早速購入しましたので、えー、これを、えー、使って、フィーリングですね。このお話をしたいと思います。 ね、実は、富士フイルムは、X、XT4、ま、あ T3 から私使ってるんですが、XT3、XT4 というのが、フラッグシップモデルでした。こちらになります。えー、それはですね、えー、かなり、えー、なんていうんですかね。ま、あ小さめの、小型化された、まあ、日常使いでサブカメラとして使うには持ってこいという、 感覚のカメラだったと思います。まあ私が記憶する限りですよ。あの人それぞれ感覚が違うと思いますが。で、私は、えー、とりあえず、その、まあ、Z9 ですね。Z9 をメインに使ってますんで、ただですね、動画をちょっと撮りたいなって思ったりするときに、やっぱりカメラが大きすぎると使いづらいじゃないですか。 それでやっぱり XT4 みたいな小さなカメラで高性能なね、カメラはやっぱり使いやすいんで、まあ持っていると便利だなと思って日頃から使ってました。XH1 が出た時にすぐに購入して、えー、試してみたんですけど、意外にあのボディが大きくなりすぎちゃってて、まあその X シリーズらしさっていうんですかね、その良さがなかったように 感じてたんですよね。で、まあ XH2 も、まあ、大したことないだろうと、ごめんなさい。正直にね、言うと大したことないだろうって思ったんですけど、ところがどっこいですね。XH2 かなり、富士フィルムさんの本気を見せてもらったかなというところですね。XT5 がで、同時に出たんですけど、X、かな ?XT5 も、 XT4、T5 と T シリーズも上がったんですけど、XT5 がなんだかフラッグシップからこう落ちちゃった感じがしますね。まあこれは落ちたかどうかっていうのはわかりませんけど、感覚的にはそれくらい XH2S、XH2 に力を注ぎ込んだんじゃないかなと、個人的には思っております。まあちょっとですね、大型化して、 まあ、ごっつくなったんですけど、まあでも、富士フィルムさんの X トランス C モーセンサーっていうのは素晴らしいんで、えー、APS-C サイズの中では群を抜いて、えー、クオリティが高いと。描写が高いと。いうことは言っていいと思います。えー、APS-C だからといって、ちょっとばかりできないところは、富士フィルムの その解像度の良さですね。まあ、正直、フルサイズに匹敵するぐらいの、えー、クオリティの高さが表現されてると思います。えー、特にですね、まあ、気になるところですが、X、H2S の方ですね。S の方は、フィールドの被写体に特化したということで、えー、かなり、え歪みの軽減がされてます。実は、えー Z9 ですね。Z9 も歪むという動画を以前あげました。で、まあ歪むんですけれども、その許容範囲ですよっていう話だったんですけど、今回の XH2S ですね。これもかなり、えー、歪みは軽減されてます。まあ実は、その、Z9 と比較すると、Z9 の方が歪まないんですけど、かなり近いレベルまで来てると思います。 で、X、H2 の方ですね。S でない方。こっちはですね、まあ、正直歪むんですよね。ただ、メカニカルシャッターで切ってる分には、両方変わりませんよ。ただ、エレクトリカルシャッターで切った時に、まあ、秒間40個もまでいけるんですけれども、かなり、まあ、写真機として使った時に、歪みは軽減されてると思いますね。で、まあ、これは4000万画素超えの、 高画素機になるんですけど、XH2 の方は、まあ従来通り歪んじゃうので、まあ動きのある被写体にはあんまり向いてないのかなっていう気はしますね。で、そこで使い分けとして、まあ XH2S と XH2 と2機種出したんだと思います。で、ちょっとで、ね、下のバッテリーグリップが <laughs> かなり高額でして、 まあ数が出ないっていうのもあるんでしょうけど、XH1 の時は確かプレゼントだったような気がするんですけど、今回はこの XH2 用のブースターですね。これが結構まあ定価7万円ぐらい、実売5万円ぐらいするんですけど、かなりお高いんですが、望遠レンズをつけた時にやっぱり安定感がなかなかなくって、 こうどうしてもボディがちっちゃい分ですね。レンズが大きいとアンバランスになってしまうので、やっぱり下があった方がですね、安定するんですよね。それで、まあ僕ちょっと泣く泣く、まあ5万円出して買ったんですけど、まあグリップで5万円出してかなり勇気がいることなんですけど、まあでも買ってよかったなと思いますね。これあの、バッテリーが下に2個入るようになってまして、でこの上の部分にも、 一個入るんで、合計で全部三個入るんですよね。三個入るんで、かなり長い時間撮影することが可能ですね。ここに一個入ってますんで、ま、あ一個、この一個入ってて、グリップの方に二本入る。合計三本ですね。で、三本入れるとかなりずっしりと重くなってしまうので、ま、あ重いなぁと思ったら、この間の一個を、 抜きまして、まあ、2個で使うことも可能です。なので、まあ、ちょっと重いなぁと思ったら、2本入れて使うっていうね、方法もありじゃないかなぁと思います。m a x に入れると、まあ、そこそこ、まあ、ずっしり重くなりますんでね。ここは、なんかちょっと工夫、工夫で、あっ落としちゃいました。工夫で、まあ、少し軽量化できるかなと思います。 で、同時にですね、この、えー、レンズですね。150、600のレンズを購入しました。まあ、これは、まあ、僕の仕事上、まあ、競馬ということをメインに考えると、まあ、やっぱりダート撮影ですね。ダート撮影をするために、購入しました。えー、35mm 換算でいくと、まあ、150の1.5倍ですからね。 えー、75mm を足して 225mm ですか ?225mm から、えー、900mm ということになりますね。35mm で 900mm ってね、かなり望遠なんで、これがね、あのー、実はその、ニコンの Z9 の、えー、2600 0 0というレンズがまだ出てないので、それが出るまでは、まあ、これかなり使いやすいと思いますね。まあ Z9 のね、その、Z マウントのレンズと変え、こあのー、比較して、どれぐらい、あの、クオリティがね、あの、近いのかっていうところはちょっとわからないんですよね。まだ商品が出てませんので、ただそれ出るまでは、かなりこのレンズ、あの、リーズナブルで使えるんじゃないかなと思いますね。これはね、あの、軽さものでかなり軽いので、こ使いやすいと思いますね。ちょっとズームリングのね、回す、 幅はそこそこ広いんで、こう、一回でこう、いけるか行けないかってなかなか、こう、ギリギリのとこなんですが、ま、繰り出し式じゃなくて、インナーなので、インナーズームなんで、ま、バランスはそんなにね、崩れないですね。で、やっぱりグリップを下につけた方が、こう、バランスが取れるんで、どうしてもこの、下のね、ブースターの部分がないと、あのね、ボディだけ浮いちゃうことになるんで、なかなかね、こう、バランス取りづらいんですけど、 まあそのためにもね、このちょっとお高いグリップを買って、まあバランス取るようにしましたね。まああとはまあもともとね、出ていました100-400ですか。そのレンズと、あと本当は50-140持ってたんですけど、私も売却してなくなっちゃったんで、まあね、またちょっとそう買い戻すかどうかっていうところがね、難しいところですが、1 4 0はね、このニコンの たくよと同じようにこう繰り出し式なんですよね。繰り出すことによってちょっとね、バランスがこう変わるんで、まあ慣れが必要だと思いますね。これの場合は、まあちょっとね、硬いんで、まあニコンの方が、まあより慣れてるっていうのもありますけど、使いやすいですね。まあそれでもね、この富士フィルムのオートフォーカスってもともとそんなに悪くないんですよね。だから、まあ XT45 でですね、うちの子供たちの運動会撮ったりとか、 した時も、まあ、ピントはよく来てましたんで、まあ、そんなにね、不自由はなかったんですけど、XT4 の場合は、ローでね、連写が70枚ぐらいしか撮れなかったんですよね、確かね。そうすると、やっぱり、仕事で使うには、もうちょっとね、あの、カットいっぱい撮れないとな、っていうのはありましたんで、まあ、そこでね、あの、今回ね、えー、H2S は、えー、1000コマですかね。 だいたい1000コマぐらい切れると、ローで。ちょっと待ってくださいね。今調べますんでね。うんと。もうね、完全にね、XH2 の方にね、フラッグシップが映ってる感じですよね。T5、ちょっと置き去り感が強いですよね。まあ、T5 の良さは小ささですから、まあ、それはね、あの、T シリーズが好きな人はね、まあ、 依然として t シリーズをね、買っていけばいいんじゃないかなと思うんですけど。まあやっぱりね、少しこうね、あの動きのある撮影に特化したボディって考えたときには、やっぱちょっと t5 だと物足りないかなと僕は思ってましたんで。 えー、とってもですね、最初出,出るって言われた時に XH1 でちょっと散々だったんで、XH2 って大丈夫かなと思ってちょっと舐めてたんですけど、このね、XH2S がやっぱり歪み軽減がすごいんで、まあ、メカニカルシャッターじゃなくて、エレクトリカルシャッターでかなり使えるなという印象です。だいたい40、 ぐらいねけけるんですけどまあ、結構ね、あのー、まあ、実際にオートフォーカス、コンティニュアス効かせながらね、40コマいってるかってちょっとわかんないんですけど、まあ、それでもね、かなり快適に撮影はできますね。えー、利面照射式積層型2616万画素センサーってなってますんで、まあね、そこそこ画質もやっぱりいいですし、まあ、何にせよね、あの、エクストランスシーモスってね、 エクストランスジーモスって今言わないんですかね。まあ、型番変わったのかもしれないですけど、エックスプロセッサー5ですかね。これがね、やっぱりすごいんで、なんていうんですかね、こう、APS-C なんだけれども、限りなくフルサイズに近い描写性能ですね。それを発揮できると思います。これね、しかもね、実売価格がね、結構お安いんですよね。あのー、まあ、大手量販店さんで、 まあ、だいたい25、6万ですね。それぐらいの金額で取引されてますんで、まあね、あの、コストパフォーマンスを考えると、富士フィルムあっぱれと思いますね。まあ、どっちにしてもね、そのニコンの Z9 は、まあ、60万とかね、それぐらいの金額しますんで、まあ、そう考えると半分以下で、まあ、買えるのではかなり、 まあ、お買い得というか、かなり使えるカメラだなという印象ですね。で、今回は Z9 で撮影したレースと、えー、XH2S で撮影したレースですね。両方を、えー、掲載したいと思います。で、だいたい背景のね、歪みがどれぐらいかと。まあ、最初にね、Z9 も歪みますよという話をさせていただいたんですけども、まあ、それよりも、じゃ 使い歪むかなという気はしますが、それでもエレクトリカルシャッターの今までの機種よりは圧倒的に使いやすくて歪まなくなったと言っていいと思いますね。